金杯 G3 芝の 2000m ハンデ戦、4歳以上の13頭で争われます。スタートしました。綺麗に揃いました。正面スタンド前での先行争いです。横に広がっていますが、外から押して13番マイネグレビル前に出ていこうとしていますが、間から6番ダノンメジャー一気に花に立ちました。2番手外から13番マイネグレビル連れて、11番トミケンスラーバ接近して前3頭が抜けていきます。3馬身差10番ストロングタイタン、その内側2番のクラリティスカイ後位のイン、その直後7番ドレッドノータス、の後ろは12番シャドーパーティー、内から1番シャイニープリンスで1コーナーです。6番のダノンメジャーやはり行きます。逃げてリードを2馬身半と広げました。11番トミケンスラーバ2番手、内から2番クラリティスカイが並んでいきます。2頭の後ろは3馬身13番マイネグレビル、それから2馬身半10番ストロングタイタンの追走、それから2馬身半7番ドレッドノータスの追走で、これから向こう上面1馬身から2馬身離れて中段から後ろ1番シャイニープリンス、外からじわじわっと8番のマイネルフロス上がっていきます。その後ろから12番シャドーパーティー、5番ロンギングダンサー、3番つくばあずまお後方3番手、2馬身相手9番カムフィー、内から迫っていく4番ライズトゥーフェイム、わずかに遅れた最後方、向こう正面の中間を過ぎて3コーナーに向かいます。先頭6番ダノンメジャー、リードは1馬身半ぐらい、2番手11番トミケンスラーバ、それに8番マイネルフロストが接近します。その内からは2番のクラリティスカイ4番手、1馬身差10番ストロングタイタン5番手で600を通過、その後ろから13番のマイネグレビルが後退していきます。代わってその外からは3番つくまあずま王上がっていきまして、さらには7番のドレッドノータスも進出を開始、残り400を切って先頭6番ダノンメジャー4コーナーをカーブ、トミケンスラーは2番手で直線コースに入りました。その間を狙って2番のクラリティスカイ、外からはつくばあずま王が伸びてきた。さあダノンメジャー粘るがクラリティスカイ200を通過、つくばあずま王がここで一気に先頭に変わった。そして追ってくるのは12番のシャドーパーティー、先頭3番のつくばあずま王、2番手には2番のクラリティスカイ、先頭3番つくばあずま王ゴールイン。